ケン、ジャスティスにカーソル合ってた。はい、行きましょう。ファーストテストエン。さあ、クリアですね。ほんと、マーズで、1,2,3,4、ほい。テストはマイビー見えないんですけど。アクセスレイン、あー、なんか出てきた。ここでモードは、ということですね。画面8位。さあ、これ欲しいぞ。マイハイスラ、モンノイ、エンエス、バックダウン。ドリルから、ここは投げていく。エンエス、マイケ、ランズ。ファースト難しいのかな、なかなか当たっているところは見えません。画面端とかか。さあ、シャメルギー、ここは動いてしまって、引っかかってしまう。ドマケンでしっかり、サンキュバスを見ていましたが、ここはどうなる、ゲージを吐いてしまった状態。我慢の時間が続きます。あっと噛まれてランズ、これは爆弾ダメージが入ってても画面足で押し込んでいきたい。体力も勝ってますしね。さあ後ろいいぜランズ、先ほどから見せている耐久ランズ、牽制ランズ、マイクスがいればねノーレスだもんねっていう。さあ体力ドット投げて投げて、なんか当たれと。さあこれは捉えた、めった切り、1,2,3,4、ほい。あーコパンが出て勝ったのは首輪、水谷首輪テスタメント。はい、大きく乗ってメテオと渡し、エンエスで2杯数を止めて追いかけるがジャンペスト、アミーが投げ込めて、あっと引っかかってしまう。なんかあそこにあったのかね。パス横がでかいから出るのが早いとか、そういうわけじゃない。ハンマー痛い、ほら落とす、あーコンボできない。あのね、忘れ去られたね、網とかがね、ちょっと怖いですね。さあジャンプハイサーのめくりとかすごいこともありましたが、ここはシックはゲット。さあドリルから 2K 円安立ちたいですが、画面端に投げてホームガール。さあ、B 番台勝ったのは投げさんのファースト、おめでとうございます。2エスから2ハイスラー、アミーヒット、上海ジャンディ、1段ヒットコンボ、そしてエースからアミー。ではね、 B 番台どこ、床井野さんのイノとユウトさんのクリフ、 B 番台お願いします。あ、お願いします。さあワニワニパニックジャンプハイスラー、勝ったのはビーズさんに首をテスメン、勝利です。はい、行きましょう。続きましてカオンさんのアクセルとテレサジャム、カオンさん今来ます。ちょっと実況頼んでいい。さあ実況変わりまして、カオンアクセル対ボブちゃん、ちょっと待ってね。バオちゃん次だ。さあ実況戻りましょう。さあ先先にダメージを取るのはカオンアクセル。さあテレサのジャンプ攻撃を徹底的に変わるスタイル。さあジャンプ D ボンバーから顔が赤いぞ、これはギリギリ寄らない。さあこれら足はしっかり見えている。後半からいっぱい強化して、ここで白波のホームラン、一本選手はカオンアクセル。さあまあテレサあくまで初回なんでね。さあテレサバーストからの自ら自分のバーストを空にしていく。さあ追加はしない、ここで受け身狩り、あっという間に体力がもうなくなっている。さあ出します、少し投げから龍神、これバースト使っていく。さあ龍神じゃねえ、激凛から、さあ裏回り、もさあ暴れて引っ掛けて拾いきれない。さあテレサマンはここまで来るとなんとなくバラしてくる。さあエース広いから受け身は取らず、これは削り切れるか、削り切れなかった。中段から1本取り返すテレサジャム。
B バンダイ今、どっちこちらどちらを勝ちましたか。あ、グリフ勝った、ありがとう。さあ実況戻りまして、さあテレサマンガン、これで金馬、さあ全然暴れて、さあ目の前で堂々と呼吸をしている。さあテレサマンガンの波紋の呼吸、さあゲージを吐いて、ゲーダン通して呼吸して、FB ボンバーで着地出す。さあ強化竜神から拾い直して、勝ったのはテレサジョム。じゃあ次ボブクリフ対キーシャファースト。ボブちゃんがさ、なんかなんとも言えない顔してるんだけど。じゃあね、 B バンダイ呼び出すよ。あずすけさんとゆうたさんお願いします。 B バンダイ、それ勝った方が、勝った方が投げさんと試合かな。これ高って書いてんの、これ高って書いてある。おー、アンジーキーシャファーストですらボーグリフ。ラスト戦対決。さあ物を投げて牽制する。レレレはしゃがみ歩きじゃない、しゃがみ状態で光らせて、無理に下がらずその場で位置をキープ。そして中段がさっさってほい。あとは FB 自分突っ込みが非常に危ない。次だっけ。さあ端に追い込んで逃がしたくない。ダンスがヒット落として、置き詰めはめくり、コパンから KS、 ハイソラコパンからズガイセイ、ロマキャンからの画面中央からめくりの首またぎ表、まあほとんど表らしいんですけどね。さあ画面端に持っていく。さあバカモーン全部出て、大大会バカモーンでした。一本選手はボブクリフ。さあ足払いから首またぎ、首またぎ、ここはさあ読んでいた。ちょっとね投げでは返せるんですけど、ちょっと前が離れてはやっぱり戦線が強いですね。ノーリスクですし。さあ2敗すると、あー一体がコンボにミス。しかし投げが抜ける、見ている、ダメらしい。さあステップにレレが刺さってボム、ニエスを拾う。軽すぎる、軽いからノーゲージで拾えるんですね。スラッシュバックしなくても拾えるんですね。さあ画面端ホイホイと PS ホイ FB 方向をドン落として P 方向有利フレームを取っていくが、投げているのはキーシャファースト。タッチキックからして線の線、地獄突きからの 2S 勝ったのはボングリフ。はい、では次役いきます。次誰だっけ、あ、そう、じゃんけんして待っててください。スタートボタン押さないでね。はい、じゃあスタートのですね、始めてください。さあ、B バンダイ勝ったのは、ゆうとさんのグリフ、おめでとうございます。じゃあ、N3 は、そしたらマガテッサゆうとさん勝利。じゃあ、太田さんのジャムとチャップさんのチップが B バンダイでいきましょう。
さあテスタスレイヤー、今回はテスタメントで出場となりますマガトゥー。しかしジャンケンヒート、あ、いてー、超いてー、いてー、ダメージがやっぱ減りますね、気持ちいい。さあフィニス投げ仕込み、マイケからさあこの我慢の時間が続きます。前までとマイケスの恐怖があったんですけども、そんなもの今ありません。内ダメージサーキュラーにだけ気をつけて殺さげ。一本選手はエンスレイヤータッチ系はパンチ、タッチ系が強い。さあここは2敗すら割ってチャンハイチャンディ直下シールがこの金エースの投げ仕込みかな、置いてあります。チャンハイとこれはいい指導となりまして、エース前系前ハイスラープラスゼーネスとチャンケイを2エースファイルバンクが確定。噛みついて前 IP 流れ通し、タッチ系前グゼさようならからの2敗を勝ってビッグパパー。ここはバソ2エース狩り、ゲージはたくさんあります。なのでしっかり端に運んでいきたいところですが、ここでコンボ選択失敗。しかし 2S からしっかり捉えて、ナイトメアじゃなくてなんだっけマスパフェからのホイホイ2本をしっかり贅沢に使って捉えて、あーっとここは当たらず、バーストの残量はね空っぽの状態で最終ラウンド。これちょっと使われると面倒くさい、まあ、けどテスタメント結構コンボ数はねなんか多いんで、相手にもこのゲージをね与えてしまうかもしれませんな、わかりませんが、まあ、その分テスタメントもねすごいですね。さあコパンしっかりガードして、多少したらここはしっかりデバガシは間に合っている。前系ランズ、前系ゼネスト、ジャンハイジャンディからのゼネストランズ、後ろからのマイピー立っている、素晴らしい。そこからこちらもしっかり確定範囲、タッチピータッチピータッチアイスラ吹っ飛ばして、距離調整からのランズ2ループ。しかしここは DOD からのマイハイスラー当たらず。さあここは足場で引っ掛けてしまう、奥狭が始まるが投げ返し、エンエス前系ランズ2段前系 D が画面端ということは画面端に押し返して、後ろ前窒素式ってやつですね。さあ総裁後ろから青キャンして空中出しが出ないか、タッチ系からキーマスを読んでいる、素晴らしい。そして前系を重ねていくが足場で先端なので反撃が結構難しい。後ろから空中出しキーマースト前に出るが、あー引っかかってタッチ ID が勝ったのはマガズーロ。さあ1試合でした。じゃあね A 番台でユータさんとアジスケさんはやったから、ユータさんと投げさんかな、ペン、はい、負けトーナメントも A 番台でやります。これ勝ち上がったところがこの今、マガトゥーロか、ボブさんのどちらかと試合となります。ん、いや違います、太田さんは次試合チャップさんと試合なん、あ、チャップさんどっちがあったんだっけこれ、いや忘れちゃった、あ、太田さんが勝利、太田さんがじゃあこうなんで、まずその前にゆうたさんと投げさんがやって勝った方が太田さんと試合となります。はーい、ねえねえねえ、はい、OK です。じゃあ次からね準々決勝とか入ってきます。お、ほんとだ、セミプロがおる、セミプロや仕事きっちりってやつですねそうです、仕事きっちりってやつさいや、小学生とかだった俺、引っ越しのね、ちょっとね、懐かしくなってきました。さあ、仕事きっちりファースト、対するは、ユータークリフ。マイピーね、吹っ飛んだら美味しいって感じでしょうか。さあ、ここはシーファースト、当たってしまう。で、軽量級なので、吹っ飛んでいきますが、首の先。さあ、コパンから、スライサイ、ここバースト使っていく。さあ愛を撒いて、ここはアイテム回収、鉄アレとアイテムを武器にしてるわけじゃないんですから勝手に出てるんでね。さあレレのショットヒット、運んでさあどっち行こうかな、画面端右端へ持っていきます。定量級のダウンが取れますが、ここがジャンエス抗っていく、手から投げていくのファースト、
池から何を取ったのかな、ちくわですね。さあ、死んでも元気。ジャンパイスラー押し返して画面足、足早くの P 方向返し、ジャンエースは重ならず。たまにですとね、前に出ようとするのに空中足を後ろにやってしまう、たまにやります。緊張してるとね、特に多いです。さあ投げ、ターボケバカボーン。おー、あ、今の同じ合いはドラマティックですな。さあ、装填がバックステップに引っかかる。激横プンプン丸よいしょ、ガードして、メテオ、これは釣りだった。バーストも当たらないからの、おお、スラッシュバック、かっこいい。あれ、あるスラッシュバックが流れを変える。 FE 方向から CC 落としからの、ここが引く、愛を投げて、さあ何を狙うか。うかつにね、地上にいると2敗すら長い牽制が飛んできますので、あー落としてリフレックスロアーからの、よいしょ、手見渡り取り返していく。激極プンプン丸じゃなかった、ユータクリフ、ここだよ。さあ、マイスにレルで刺さってゲージ回収、 25% は確保。さあ、出してからさあ、ポシャムキン到着。ポシャムキン、そういえば今日押田さんがいねえ。うん、の試合にはいたけど、そういえば3回1回にはいないですね、忘れてました。あー、なんか見たら死んでた、顔面見てよ。さすが仕事きっちりしてますな。はい、では、勝ちトーナメント、勝ちトーナメント、勝ちトーナメント、負けトーナメントとやっていきます。いきましょう。まずはロイソル対するヤクセル、アクセル。じゃあ B 番内も